見た目は絶対今までだったら選ばない。いや、順調にいけば福岡に嫁に行くってことだよね。やばい。でも、でもやっとったよ、マッチングアプリして。なんかいろんな、え、他は誰かと連絡取ったの？じゃあ、庄内空港の人が早く聞こえる。ねえ、知らん、最近ストーリーで撮った人。見てないじゃん、あ、そっか、顔は出てないね。なんか手とかだけ出てるから、おいおい、匂わせとるぞと思って。見てないと思って。だから、彼氏ができたんですよ。え、はちょっと待って。出た。なんの、え、だからさ、匂わせみたい。匂わせしてる。そういうことか。昨日それをここまで貯めとったの、そういうこと。おめでとうすぎ、おめでとうすぎ。なんで、おめでとう。泣いてる。付き合っただけで泣いてくれるの。お前よかった。え、1年ぐらい空いたよね。空いたよね。9月にドタキャン旅されて、別れたから11月。最低な。最低な。なんかもう9月からもう別れしてた。そうだね。そうそう。だからほぼ泣いてる。昨日から累戦やばい。やばい。でもうめでたすぎ。はい。でも付き合ったのはマッチングアプリじゃなくて、知り合いからの紹介だったんだけど、だけどもそのボードにやっぱなると、寄ってくるというか出会いがこうあるみたいな、恋愛モードになってたから。でも全然その写真とかもよくわかんない写真しかもらってなかった、うん、なんかこういう人いるよみたいな、うんうんうん、見た目は絶対今までだったら選ばない。いかついよね。なんかお盆前に連絡取り合って、はいはい、それは何月？お盆なんか8月本当頭くらい。最近じゃない。そうで、でお盆の連絡取り合って、お盆はもう山形帰っちゃうから、会えませんかって、いいからね。ちょっと忙しくて会えないってなって、お盆中とかから電話したりして、で結局会ったの、やり取り始めたのが3日4日くらいで、会ったのが22なんだけど。めっちゃポンポンポンじゃん。そこで付き合って、もう会う、会ったんだよ、もう。はじめましてで会って、そこで付き合って。すごい。そりゃ聞いてないな、我々は。だから貯めてたやん。貯めてたな。でもなんか初めてのデートとかも、もうかしこまった感じにしないのがいいなって思って、福岡にね、ウエストっていうチェーンのうどん屋さんがあるの。あ、花丸うどんみたいな感じ。そうそうそう、丸があって。わかるわかる。初めてのご飯はそこ、ウエスト。行ったことがなかったから行って、で、なんか、福岡タワーとか、餅浜にお散歩行って。え、何歳？ 37。あ、いいね。それこそ、だから山形にも来たから、あっという間に。だって、まだ付き合って3週間くらい。すごい、行動力。でも、お父にも合わせて。やばい、ちょっと鳥肌が出てる。やばい。いや、ご挨拶みたいなの。いや、大事やわ、大事。でも、そこまでしてくれる。付き合った時に音に LINE したの、ちゃんと。帰っていきましたけど。スタンプしか帰ってこなかったけど。やっぱ、だって、娘はな、冷めるよね。優しいよね。うさぎなの、こういうやつ。鼻こちらしらしてるやつ。あ、あれね、あれね。でも、頑張った、頑張ったスタンプやったと思うよ。寂しい。いや、でも、順調に行けば、福岡に嫁に行くってことだよね。やばい。でもさ、あっちも本気じゃなかったら会いに行かんやん。そう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 。あっちもちゃんと考えてくれて、もう本当にいい人と巡り会えたなって。よかったやんか。本当によかったね。で、アプリ消したん？アプリ消したよ、なんか。アプリ消したよね。そういう意識が、意識っていうか、なんか消したのって言われて、全然消すだって。俺はやりたくなかったからさ、もうね。もう即消したよ。最初も。平屋が一番いいよ。でも土地がないと作れないじゃん。ね、だってさ、仮に子供2人欲しいってなったら、子供1人ずつの部屋欲しいです。うん、で、そう、YouTube の部屋、仕事部屋欲しい。うん、で、寝室、物置、リビング、でしょ。もうサザエさん違うしかないな。確かに平屋だ。平屋だよ。で、車乗るときは雨に濡れたくないから、うん、ビルドインかカーポートは絶対必要だし、ってなったら、結構広くないと。マンションだね。一軒家ない。マンションが楽だよ。でもさ、避難できない。でもさ、やばかったやつ。私まだ安いやん。頑張ってもらおう。カルピー。また頑張ってもらいました。ね、一軒家がいいんだ。でも避難はマジで怖い。これ一軒家で育ってるから一軒家がいいんだよね、やっぱり。私も一軒家がいい。お手伝いさん雇うっていう約束をしてる。できないことはお金に頼る。人に頼る。その分頑張って稼ぐ。うん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 。
前の人はお金あるけど物買ってくれなかった系だったけど、うんうんうん、確かに今の人は買ってくれる系だし、うん、いいねいいね、買ってくれる系だしってちょっと使えるか分かんないけど従業員とかにもちゃんと誕生日プレゼント、なんかその子が好きなスニーカーとか人にするのが好きなんだよあげたり、その分従業員から韓国旅行プレゼントしてもらえてたりするくらい、うん、だからそう聞くと、うんうん、いい人なんだなって思うじゃん、うんうんうん、従業員のために動いてる人だなって思って、うんうんうん、めっちゃいい人情がある人だね、めちゃくちゃ。で、なんか、うん、おいもさん、うん、引き寄せるみたいな人だけど、あっちも引き寄せるみたいな人だから、ピンって来たのよね、2人。そう、だから、その付き合いましたって言った次の日に、おいディズニーオンアイスを見に行ったの、1人。いいね。で、そしたら、その、彼氏さんの知り合いの絵描きさんの話を聞いてたんですけど、うんうんうん、その絵描きさんにあのビックリマンシールのイラスト、うんうん、あのおいに似せた似顔絵みたいな、それをなんか作ってもらおうみたいな、うん、そういう話をその日の朝にしてたら、その絵描きさんとディズニーオンアイスで会ってさ、はじめまして、おいもでも写真見た時あるくらいで、あ、もしかして誰々さんのって言われて、おーみたいな、ここでさっき連絡写真送りましたけどみたいな、すごい引き寄せだなって思って、ディズニーオンアイスで会うことあんねんな、あんな人いっぱいいるの、ね、でもやっぱ靴もめっちゃ好きだし、スニーカーあ、そうやね、そうで服も好きだし、おしゃれは一応好きだから、男の人の服ってマジむずいな、え、でも、うん、そのえ、じゃあ選んでって言ってくれたから、ああああ、いいね、そう、それを自ら言ってくれるのはちょっとありがたかった、身長高いから選びがいありそう、そうだから何でも似合うよ、似合いそう、だから普通に多分デニムと T シャツでもすぐ多分様になる、全然かっこいいよね、そうデニムと T シャツでいいよ、いい人が出会ってよかった、あ、もう顔見たくてしゃあないから、はい、いいか、うん、ちょっと一旦あげたくてして、ハート顔にして、うん、でもう一回つけよう、何あ、これも、うん、これはここ、うん、これ消すよ。